モコってサングラス外したらかっこいいのか、それリア、ちゃんと答えてほしいのか、ネタで答えてほしいのか、言ってほしい。やっぱモコも、女の視聴者をいっぱい抱えてるからさ、ここで俺が正式な判断を下すことに、みんなだってモコの顔見たことないじゃん。だから、ここで俺が正式な判断を下すことにより、彼のイメージが決まっちゃうけどね。ちゃんと答えてほしい。モコはサングラス外したら、箱フグだよ、ちょうど。ちょうど箱フグ。ぴったり。魚くせえし、あいつちょうど。うん。箱フグ。モコの顔画像検索すればすぐに見れるぞ。あ、そうなんだ。あいついつまでサングラスしてんだよ。もういいだろ。もうお前の顔にそんなみんな、レア求めて、レアな感じでだろ。いくらでも出てくんだろ。いくらでも。有料コンテンツ。クソだよ、ほんとに。絶対叩きまくるべ。あいつ俺に叩かれたからってさ、LINE のサムネ変えててさ。それに関しても俺イジイジ言っといたわ。おめえほんと気持ち悪いよな、つって。俺に言われたからって変えたんだろ、つって。おい。箱ふぐみてえな、演じてた。あいつもあれだよな、魚なのに陸で生活してて偉いよな。俺だからモコ褒めるときもあるよ。あいつだって魚なのね、俺の中では。で、陸で生活しててすごいな、と思うわ。うん。一個進化してるよね。一個。で、それはいいところは褒めようよ。いいところは。お前なんでそんなにモコに恨み、恨み持ってねえよ。で、みんながちゃんと言ってって言ったから言ったんじゃん。俺はそう思ってるし、モコにもそうやって伝えてるよって言ってるだけじゃん。なんで俺、お前人んち勝手に覗いて裸だったからさ、お前通報するみたいなもんだぞ。俺の放送で俺がそうやってモコにそうやって思ってるし言ってるよって。俺ちなみにモコでニコニコ動画でモコの名前ランキングから消してるからね。俺本人にも言ってるけど。動画開いて、モコの、あんだよ、モコかとってイライラするから、俺ちなみにニコ動のランキングからモコ消してるからね。俺本人にも言ってるけど。なんで、プライベ、なんていうの、モコと会ってない時になんでモコの声聞かなきゃいけないんだよってなるじゃん。あ、それ可愛い後輩だから飯食いに行ったりしてさ、話すのは楽しいよ。なんで一人で家に一人いる時にさ、モコの動画見なきゃいけないのつって。どうやるのか教えて。それちょっとちゃんと拡散していくからね。モコさんで仲いいの。え、可愛い後輩だよ。いいやつだよ、あいつ。いや、それはそれ、これはこれでしょ。なんでモコがいいやつだからって俺が必死になってモコの動画見なきゃいけないんだよ。ランキングからガッツリ消してるよ。だからわかんないんだよ。やだよ。逆に嫌だろ、俺がモコの動画一生懸命見てたら。いや、じゃない。俺がさ、来る日も来る日もモコの動画見てたら嫌でしょ。気持ち悪いだろ。どうするみんな俺がさ、四六時中モコの動画見てたら。嫌だろう。仲いい、悪いとかの問題じゃなくて別にそれは違うでしょ。やだやだ。だって俺の放送にモコは役に立たないし、モコの放送に俺なんて役に立たないんだよ。個人でやってるから別にそれは完結してて、プライベートで普通に、その配信外で、ご飯食べるのとか別にいいじゃん。それは。いい関係性じゃん。俺だから、よく向こうに言うけど、俺とお前の視聴者が仲悪いのは俺たちにとってプラスだから、対決した時とか盛り上がるじゃん。だって向こうの視聴者ってうぜえじゃん。邪魔じゃん、はっきり言って。俺みんな死んだ方がいいと思ってるから、向こうの視聴者。だからそういう気持ちがあるからこそ、対決した時に盛り上がるだろう。そういうやつって大事じゃん。変に仲良くする必要なんか全くないでしょ。そういう商法も見飽きたわ、ニコ動の。なんか仲良く、大して仲良くもねえのにさ、動画で手と手を取り合って、マジで俺たち仲いいんですよ、みたいな、絶対仲良くねえから、あれ幕末志士の受け入れで丸パクリやん。西郷どん役がなんか、清で、レトルトで、坂本役の、もう完全劣化コピーになっちゃうじゃん、そんなの。もう付け入れ好きねえって。いや、モコのとこなんか、全然、あんなの俺たまにモコの放送見るけど、荒れてねえよ。比較的好意的なコメントだった、最近は。あいつもうめえこと貸し切ってさ、いつの間にか俺たち追い切れ。俺、だからモコと会うたんびに言うんだもん。お前放送でな。俺と高田健士とは絶対絡むなよって言ってんだもん、俺。あいつはだから、タケとかと絡んでた方がいいんだって。ちゃんとそっちの路線に突っ走った方が絶対いいから。俺、もう口酸っぱく毎回言うからね。絶対俺とかと絡まない方がいいよ、つって。正解だって。だってさ、答えが見えてんじゃん。あいつがさ、俺みたいにわーってやって、人バーって増やしてって、結果、たどり着く先は加藤純一だよ。そのさ、31歳加藤純一の姿見てなりたいのってなってさ、あいつさ、なりたくないっすねって言ってたから。そりゃそうでしょ。なりたくないよ。俺だってなりたくてなってるわけじゃない。俺性格的になんか、ひん曲がってるから、結果こうな
っちゃっただけで、俺別に目指してるわけじゃないもん。でもお前から誘うの、俺モコなんか誘ったこと全然ねえよ。放送一緒にじゃ、だからさ、公式とかで会うのはたまたまキャスティングの都合上会ってるから、ちょこちょこコラボしてるように見えてるから、別に俺モコがいいですなんて言ったこと一言もないもん。なんならモコ NG だもん俺。やだもん。会いたくない。俺女の子とかだよ。マナコと会いたいもん俺。マナコだったらいいでしょ。みんなもモテはやでしょ。マナコ来たおーっつって。